本日はマンガ肉と僕の上映にお越しいただき本当にありがとうございます。この作品は、私の初監督作品ということで、いやー感無量ですね。本当に大好きな大好きなキャストの皆さんと本当にベテランのスタッフさんに支えられてできた作品なので、こうやってみんなと一緒に舞台説できることを嬉しく思っております。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは三浦さんお願いいたします。はじめましての方ははじめまして三浦貴大です。漫画に行くと僕という映画、この映画は撮影してもう2年ぐらいが2年以上が経つんですが、すごく自分の中でも思い出に残っている作品で、すごく渡部という役も大切に演じていったので、すごく自分の中で大切な作品になってます。その作品をこうやって劇場で、見ていただけるというのが何より幸せなことだなと思います。今日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。それでは徳永さんお願いいたします。皆様こんにちは。ナコという女性を演じました徳永ゆりです。私にとっても本当にこの作品は特別で、クランクインする前にもうたくさん監督とお話しさせていただいて、私はもう本当に杉野さんのためにもう今できることを精一杯もやろうっていう気持ちで挑みました。なのでその作品を今日皆さんに見ていただけて本当に嬉しいです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。それではちすんさんお願いいたします。はじめまして。さやか役をさせていただきましたちすんと申します。本当にさっき監督とあとえりちゃんとも喋ってたんですけれども、2年前に撮った作品がいよいよ、公開することができて本当に嬉しく思ってます。しかも今日こんな満席でちょっと本当に、感激してます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ番人さんお願いいたします。はい、皆さん今日はどうもありがとうございます。与田役の大西石間です。撮影もう2年半近く前でして、今日こうやって登壇されている皆さんの中では自分は日数的にはだいぶ少なかったんであれですけれども、限られた時間ですけれども楽しい話ができればと思っております。よろしくお願いいたします。それではタイガさんお願いいたします。こんにちは。ヤブの役を演じましたタイガです。本当にようやく2年以上ですか、撮影をしてからこうやって上映が決まって、こうやって皆様に見ていただけることをすごく嬉しく思っています。僕も大西さんと一緒で2日ほどの撮影だったので、こうやって舞台挨拶にちょっとのこのこ来てしまってすいません。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは本作品について皆さんにこうちょっと赤裸々にお話を伺えたらななんて思うんですけれども、まずは監督ちょっとお話伺ってもよろしいでしょうか。そもそもこの今回が長編初監督作品ということで、しかも初の原作ものという原作があって撮られるということなんですけど、この原作をご覧になった時に、あ、これ映画にするって思われたそのなんか気持ちと言いますか、どういったところにこうなんか魅力がある作品だと思われましたか？そうですね、原作自体がすごくこう言葉の使い方の面白さですとか、なんて言うんでしょうね、異質な世界観みたいなものがすごく好きだったんですけれども、まず男を避けるために肉で武装するっていう発想がなかなかねなかなかないというか、これは面白いひねったモチーフだなっていうふうに思ったんですよね。でなんで漫画肉って何なんだろうとか、この里見ってどうして生まれたんだろうっていうことをすごく悶々と考えていくうちに、あ、これってもしかして単純な物語ではないというか、すごくこう現代日本というか現代社会を反映させることができる作品になるんじゃないかっていうふうに思いまして、でこれを映画化したら面白いと思いますっていうことをこう吉本興業さんの方にご提案したところ、じゃあ
やりますかっていう話になって、でその話をした数日後に漫画肉と僕が R18 文学賞の大賞を受賞したので、逆だったんですね、順番が逆だったんですよ。まずはもう作品を、はい、知ってての、候補作品を何作品か読ませていただいて、で選んだ作品が大賞を受賞したっていうことだったので、これはなんかご縁があるんじゃないかっていう、間違いなかったっていうことですよね、はい、導かれるままに撮ったような作品です。なるほど、はい、ありがとうございます。では三浦さんにもちょっとお話を伺えたらと思うんですけど、はいはい、三浦さんはもう作品の中で、まあ、3人の女性に翻弄される役といいますか、はい、まあ大変な男性の役どころを演じられたと思うんですけども、はい、いかがでしたか。いかがでしたかと、はい、実生活ではなかなかないことかなと、ないですね、はい、思うんですけれども、このケーズシネマさんで何度か舞台挨拶をさせていただいてるんですけど、その度僕ろくでもない感じの、そうなんですか、高校の役でなんかそういう因縁があるのかなって思いながら、まあ単純に言いますと、やっぱりこう、まあ、8年間の話なので、まあ、3人の女性と、まあ、その中で付き合って出るのはこう2人だけですけど、3人の女性に、まあ、翻弄されるというか、実は渡部が翻弄してるのか、まあ、基本的に渡部が悪いと思ってるんで男が悪いと男気があるな、なんか、まあ、そうですね、男気の塊なので男気の塊なるほど、やっぱ自分で言っちゃうとこも男気ですよね、でですね、まあその8年間の話を、まあ、2週間ぐらいですかね、撮影は、まあ、その中で3人の女性と、まあ、なんやかんやあるってなるとですね、男としては非常に楽しい、楽しい方っていうことで、はい、渡部としては楽しくないかもしれないですけど、はいはい、僕としてはすごく楽しい、そうだったんですね2週間のうちにいろんなことを経験されたっていう感じ で、ね、美人3人に囲まれ、非常に渡部としては分からないですけど、三浦としてはすごい楽しかった。いやいや、どうなるかな、まあ、とりあえず楽しい現場だったということで、もうすごい楽しかったです、ありがとうございます